はい、説明いたしますと、今どこだ、これ、資産っていうと、資産じゃない人たちは資産っていうと聞かないと思うんで、なんて言いましょうかね、お金の、ミスない方法、お金のミスない方法として、その失敗の中にね、まあ私偽親父してたんですけど、見ててね、当時甘いと、でもう一つがこう楽観的すぎる、これダメなんですよ、楽観的で、それからこう浮気で、こう従業員を大事にしない、なんていうかな、不大事っていうのかな、従業員の給料も抱えてるのにね、まあこれ×、楽観も×、浮気も×、物事を大事にしないのも×で、トータルで言うと、なんていうかな、自分にいいように考えてる、自分にいい未来をね、なんかこう信じ込んでるっていうのかな、大嫌いでしたけど、これダメなんですよ、未来はね自分で切り開くものです。でこう自身の力をね過信してる、力を過信、過信してるのもダメなんですよ。でね、まだあるのが完璧、完璧な仕事、これがね遅い、これダメなんですよ。それから有言無行、有言無行って言うんですかね、これダメなんですよ。要するに言葉が軽い、言葉軽い、これダメなんですよ。それから予測だけで喋る、予測のみダメなんですよ。他にあるのが、なんていうかな、還元使い、さっき甘いって言ったけどね、見通しも甘いけど還元使い、これダメなんですよ。でね、総じて今言ったのは、総じてね、一般作業者やってなさいってことね、こういう人たちは一般作業者向き、言われたままやってればいいです、今言ったのはね。これがお金にまつわるミスのなさってことなんやけど、結局その人生観とね、哲学ちゃんと持つことで、
お金が欲しいっていうのは、金欲っていうのは似た系なんですよ。オリジナリティのなさ、それ666って言います。はい、これダメなんですよ。